アクション未来の子供たちへ。こんな SDGs やってますって締めますか。すごい。じゃあ何やってんの SDGs。 買い物行く時にエコバッグ持って、うん、すごい。偉いな。何歳だ今。7歳。すごい偉い。いや偉い、ね、何やってんのじゃあ SDGs。 エアコンを あんまりつけない。マジで偉いな。こんなちっちゃいの本当に。食材をあの捨てる部分もね、しっかり美味しく料理して。本当。スイカの皮とかも食べてんの。漬物に。ああ偉い偉い偉い。パパのコンタクトのケースをリサイクルに出して。何それ、すごいじゃん。なんかメガネ屋さんにリサイクルケースあれあるね。あそのコンタクトに入れてる。なるほど。ゴミで出さないで、そういうリサイクルボックスに入れてんの。あ立派な SDGs。 SDGs だね。偉いね。お風呂のお湯を少なくしてる。なるほど。あなるほどね。それいいね。そっか。いらなくなったものは捨てずにフリーマーケット。すごい。本当。いやすごすぎんだけどみんな。みんなが司会やれよこの番組。本当だよ。SDGs 大使じゃんみんな。偉いな。未来の日本は大丈夫ですね。木村さんは。俺は、うん、あの仕事行く時とかは、うん、歩いて行ってんの。あウォーキング。ウォーキングで歩いて行きます。車で行かないから CO2 の削減になるよね。そうですよね。どんぐらいのコース。だいたいね歩いて1時間ぐらい。そう結構結構ある。運動にもなる。ダイエットになる。めちゃくちゃダイエットになるよ。でもさ、なってない。なってんのよ。なってご飯を残さないっていう SDGs。それもあるからね。ね。ときめく時を TBS。